はい、どうも皆様、おはこんばんちは、ブルーリボンです。はい、今回の動画ですね、まあ寒いですね、まあ雪も降ってましたね。ということで、まず今回はね、まず最初かな、最初、まあ初めはね、一回チャチャタウンに行ってみたいと思います。チャチャタウンっていうのはね、まあ北九州にある、まとある商業施設なんですけど、まあ、そこの近くにね、まあ西鉄バス北九州の、まあでかいバスターミナルがあるってことですよ。というわけでね、まあたった100円、まあ安いね、たった100円で行けるんだから、まあ散財するのも悪くはないと思います。だ、行ってみたいからという稚拙な理由なだけでね、まあチャチャタウンに行くつもりはございません。まあ、今回ちゃんとね、狙いを定めた車両がね、いるってことなんでね、まあ乗ってみたい車両、撮ってみたい車両みたいな感じですね、をがあるんでね、まあそれを撮りに行こうと思ってチャチャタウンに来ました。はい、もうなんかもう福岡の西鉄バスよりもね、なんか少しハイテクに電子化が進んでるような感じがしますね。そういえば西鉄バス北九州ではね、バス停のね、全部のやつを、まあこういう風な液晶のやつにするって結構前に明言してましたね。ということはね、まあそういうのが出てくるのも楽しみなんじゃないでしょうか。というわけでね、まあ乗る車両はね、小倉4883ですね。小倉4883という車両ですね。まあ5月ぐらいにね、まあ青葉営業所からまあ転属した車両で、まあその時はね、やっぱりこの車両もね、やっぱり平成5年式、僕よりも10歳ぐらい年上ですね。平成5年式なのでね、まあ引退が当然のごとくささやかれていて、で青葉4883が、まあ、引退とネット上でざわつかれている時に小倉に転属したということですね。まあ多分来年の5月までは走ると思います。まあそこまでバスは知らないんですけどね、まあ 58MC の中でも、まあ今となっては数が少ない三菱の車両ですね。まあ結構前に行ったか行ってないか分かんないけど、まあ4883の4、最初の頭文字の4は、まあ、三菱の製造であることが分かる。三菱の、まあ、エンジンとか積んでるってことだね。まあ、仮想はですね、まあ、西日本鉄道のお得意である、まあ、お得意っていうか子会社の西日本車大工業、西高だね。西高でやってたみたいです。今はもう西高は存在しません。ということで、まあ、西高社も、ね、いずれなくなるということですね。まあ、そういっても、まあ、6、7割、今あの、西鉄バスの全所属車両の、まあ、6割強、いや、7割くらいかな。まあ、まだ西高の車ですね。まあ昔は 99% とかそういう時があったらしいです。はい、このバスはね、始発は砂津チャチャタウンで、まあ小倉駅三萩野を通って、まあ JR 九州の戸畑駅がある、まあ戸畑駅ですね、戸畑駅前終点まで25番系統で走っております。まあと、まあね、結構ね、後ろの席ってエンジン音がね、もろく聞こえるからね、まあ私的には最高だなと思いますね。いいっすよ、いいっすよ。まあ逆 T 窓の西高車っていうのは、まあ北九州にあってはそこまで珍しくはないのかなって感じですね。はい、というわけでですね、まあ終点の戸畑駅が近づいてまいりました。まあ戸畑駅からはね、まあ JR 九州で門司港に行くつもりですね。まあ、門司港の鉄泊見に行きたいな。まあ4883、やっぱり特徴的な顔面ですよね。まあここでね、まあ同業者さんと会ったわけです。同業者さんはね、まあ、下関から来てたらしいですね。というわけで、まあ取りバスもしたことですし、まあゆっくりと電車にも乗っていきたいなとは思いますね。というわけで、ね、まあ、今回の動画は、ね、まあ、早いですが、まあ、ここでお開きということになりますね。というわけで、最後までご視聴してくださった視聴者の皆様、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。